こんにちは。今、あなたが受けられ、この講義を受けま、それでは。アタノールを。お疲れ。いらっしゃい。
い。毎度。あら。何か必要。
どうだった？できそう？うちは全然ダメ。いろいろ調べてみたけど、一つだけ知らない材料があって。期限、明日までだよね。もう、グンちゃんはどこ行ってるのよ、こんな時に。おう、読んだか。先輩。どこ行ってたんですか？どうしたどうした、すごい歓迎ぶりだな。のんきなこと言ってる場合じゃないよ。なんと、まだ完成してなかったのか。嘆かわしい。もともと無理なんだって。うちら錬金術始めたばっかなんだよ。うん、仕方あるまい。知恵を貸してやるとするか。もともとぐんちゃんのためにやってることなんだけどね。見ろ、わからない材料が一つだけあると言っていたな。それはズバリふさふさのことではないか。そう、それです。それならば旧校舎にいるロアビーストというモンスターが落とすはずだ。それって僕たちにモンスターを倒してこいってことですか？当然だ。錬金術師たるもの、一つ一つの材料も自分で採取すべし、戦えないものは立派な錬金術師にはなれんぞ。とりあえず行ってみようよ、そんなに時間もないんだしさ。やっぱり先輩は来てくれないんですか？うん、俺様は忙しいの。このアトリエの命運はお前たちに託した。何をしてるんだろうね、グンナル先輩。